フリッツ・ハーバーは、ドイツ出身の物理科学者、電気科学者、空気中の窒素からアンモニアを合成する、ハーバーボッシュ法で知られる。第一次世界大戦時に塩素をはじめとする、各種毒ガス使用の指導的立場にあったことから、化学兵器の父と呼ばれることもある。ユダヤ人であるが、洗礼を受けユダヤ教から回収したプロテスタントである。シレジアのブレスラウで、 ユダヤ人の家系に生まれた。父のジークフリートは占領を主に扱う商人であった。また、母のパウラはジークフリートのおじの娘である。パウラはフリッツを産んだ3週間後に産後不良で死去し、ジークフリートはその6年後に再婚した。この再婚相手はフリッツに優しく接し、関係は良好であった。しかし、当の父親とフリッツは、 性格が異なり、しばしば対立した。11歳の時に、ギムナジウムに入学した。ギムナジウムでは、文学や哲学を学び、自作の詩を作った。一方で科学にも興味を持った。はじめ自宅で実験を行っていたが、異臭がするからなどといった理由で父親に禁止されたため、その後は、おじのヘルマンの家で実験を行っていた。卒業後、 家業を手伝わせたいという父親の意向により、ハンブルクの占領省に弟子入りし、教育を受けた。しかしこの仕事場はフリッツには合わなかった。そのために、3ヶ月後に、おじとママ母の協力を得て、父親を説得し、占領省の仕事を辞め、1886年、ベルリン大学へと進学した。フリッツは、大学で科学を専攻した。当時のドイツは、 科学、特に有機科学の分野に秀でており、ベルリン大学には、その、ドイツの有機科学の象徴的存在である、アウグスト・ビルヘルム・フォン・ホフマンがいた。フリッツが科学を専攻したのは、大学時代に、ホフマンの影響を受けたためともされているが、それ以前から科学への道を進む決心をしていたとも、言われており、その時期については、はっきりしていない。 ベルリン大学で一学期科学を学んだ後、一年間、ハイデルベルク大学で、ロベルト文前ンンに指示し、その後二年間の兵役に就いた。兵役期間中には、後の妻となるクララ・イマーバールと出会った。兵役終了後は、ベルリンのシャルロッテンブルク工科大学で学んだ。ここでは、有機科学の分野で名を挙げたカール・リーバーマンに学んだ。そして1891年、 ピペロナールの反応についての論文で博士号を取った。有機化学を学んでいたが、当時ドイツでは、新しい学問分野である、物理科学の人気が高まっていた。フリッツもこの分野に魅力を感じ、今までの先行分野を変更して、物理科学における代表的な研究者である、ビルヘルム・オストバルトの下での研究を望んだ。しかし当時、 ドイツの科学界はポストに比べて死亡者が多く、とりわけ、オストバルトは人気が高かったため、オストバルトの研究員として働くことはかなわなかった。そのためフリッツは職を求めて企業や大学を転々とし、少しの間、中立飛行科大学のゲオルクルンゲの元にもついた。しかし、なかなか思うような仕事場を見つけることができず、24歳の時に、 父親の染色症の手伝いを始めた。ここでは商売の方法などをめぐり父親と意見が食い違った。その上、フリッツは商業上の失敗により会社に大きな損害を出してしまった。親子の溝はますます深くなっていったため、フリッツは父のもとを離れ、イエーナ大学で修学した。イエーナ大学ではルートビヒクノールのもとで一年半の間研究を 行い、クノールと共に、ジアセトコハクサンエステルに関する論文を発表した。また、この大学で、ルドルフ・シトラウベの講義を聞いたことが、きっかけとなり、フリッツは、もう一度科学者になりたいという気持ちを強くした。そして、オストバルトに研究室に入れてくれるよう懇願したが、その願いは叶えられなかった。フリッツは、他の研究室を探し求め、1894年、 カールスルーエ大学のハンス文手のもとで無給助手として働けるようになった。こうしてフリッツは25歳にしてようやく落ち着いた職場を得ることができた。またこの頃フリッツは洗礼を受けユダヤ教徒からキリスト教徒ルター派へと改修した。当時のドイツではユダヤ人に対する反感があった上キリスト教徒以外は大学の研究職に就けないと知ったためであるという。 フリッツはもともと宗教には熱心でなかったため、回収することによって、形式的にでもドイツ人の一員となろうとしたのである。フリッツが所属したカールスルーエ大学の科学工学部には、ハンス・ブンテとカール・エングラーという二人の主任教授がいた。フリッツはブンテに指示したが、エングラーとも石油の研究などで関わった。フリッツは同じ研究室にいた友人にも恵まれ、 才能を発揮していった。1896年に発表した論文、炭化水素の分解の実験的研究は学会の注目を集め、この論文がきっかけで同年、無給助手から講義収入を得ることのできる試行心へと昇格した。さらに1898年には、電気科学の教科書となる理論的基盤による技術的電気科学概論を出版した。 当時フリッツはこの分野における経験が浅かったため、執筆にあたっては、同僚からは恥を書くことになるから思いとどまるよう、言われた。しかし結果的にはこの教科書は好評で、文手はもとより、オストバルトからも評価された。そして同年、助教授となった。1901年には、かつて兵役期間中に知り合った、ユダヤ人科学者のクララと学会で再会し、 同年に結婚した。翌年には長男のヘルマンが誕生している。1904年に平行論を利用した窒素分子からのアンモニアの合成法の開発に着手した。これは1912年に科学メーカーのバスフ社で実用化され、現在ハーバーボッシュ法として知られている。1906年にカールスルーエ大学教授となった。アンモニア合成の成功により、 フリッツの知名度は著しく上昇した。フリッツの元には国内外から多くの学生が集まり、フリッツを呼び寄せようとする大学や企業からの誘いもまた多くあった。そして1912年、フリッツは新たに作られたカイザービルヘルム物理科学、電気科学研究所に所長として就任した。クララ・イマーバール第一次世界大戦が勃発するとドイツに対する 愛国心の強かったフリッツは従軍を志願した。しかしその願いでは却下され、代わりに軍からガソリン凍結防止用の添加剤の開発を命じられた。そしてその問題を解決した後にフリッツが関わったのが毒ガスの開発であった。毒ガスの開発はフリッツの前にバルター・ネルンストが担当していた。ネルンストは砲弾に くしゃみこを入れて発射する計画を立てたが、うまくいかず、すでに開発からは撤退していた。フリッツもはじめは砲弾に、催涙ガスを入れて発射させる計画を試みたが、実現が難しかったため、ボンベから直接ガスを散布する方式に切り替えた。フリッツは、毒ガスの開発に熱心に取り組み、軍も、フリッツを信頼して、毒ガスに関する全権を与えた。フリッツは、 アンモニア合成などの際に掴み取った企業とのつながりを利用し毒ガスの材料を確保した。さらに物理科学、電気科学研究所のほぼ全体を毒ガスの研究に利用した。当時研究所にいた夫をはンに毒ガスの使用はハーグ条約に違反するのではないかと問われたフリッツは毒ガスを最初に使用したのはフランス軍だと述べ、さらに毒ガスを使って 戦争を早く終わらせることは多くの人命を救うことにつながると語った。フリッツが指揮した毒ガス作戦は1915年4月22日にイーペルチックで実行に移された。この時は大きな成果を上げたが作戦を続けるうちに連合国側も対応し始め次第に当初のような成果を上げられなくなっていった。一方で毒ガス作戦は 国際的な非難を浴びた。また、フリッツの周囲でも一部に反対意見があった。カールスルーエ大学の同僚であるヘルマン・シュタウディンガーがそうであったし、妻クララも夫が毒ガス兵器の開発に携わることに反対し続けた。そしてついに同年5月2日、クララは抗議のために自殺した。ただし資料研究の結果、 クララに行動的な平和主義者らしい姿は見当たらず、現代の女性運動家や平和運動家が、実像に合わない思い込みをクララに押し付けているとの主張もある。もともと、クララは、科学の分野で女性としては初めて博士号を取得した、才女であったが、フリッツはクララに科学を捨てて、妻として家庭に入るよう押し付け、しかもフリッツは、仕事に熱中する、あまり家族に気を使うことは、 ほとんどなかったという。そのためもあってか、クララは徐々に家に引きこもりがちになっていた。クララの自殺については、毒ガス作戦への抗議の他にも生活に対する不満や、同じ科学者である夫の活躍への羨みなど、いくつかの理由が重なったものであるとも言われている。フリッツは、クララの死後も、毒ガス作戦を継続した。毒ガス戦の戦場は、E ペル地区以外にも、 東部戦線へ拡大していった。ここでは、ドイツ軍のみならず連合国軍も、毒ガスを使用し、その戦闘は、エスカレートしていった。フリッツは研究所を利用し、ホスゲンやマスタードガスなどの新たな毒ガスや、その投射機などの開発を進めた。その一方で1917年10月には、ベルリンのクラブで知り合ったシャルロッテ・ナタンと再婚した。 戦争が長引くにつれ、ドイツ軍は次第に劣勢となり、1918年2月には、フリッツ自身もこの戦争で勝てる見込みはないと述べた。しかし、それでもなおフリッツは毒ガスに関する研究開発を止めることはなかった。戦後の1920年に公表されたドイツ、将校向けの論文でも、毒ガス兵器は通常兵器よりも残酷ではないとして、 国際連盟による避難に反論した。ノーベル科学賞1918年11月に戦争は終結した。フリッツは毒ガス開発の過度で戦争犯罪人のリストに載せられたという噂が流れており、国際法廷において死刑の判決が下るだろうとも言われていた。そのためフリッツは肉体的にも精神的にも疲れ切った状態にあった。九百十九年夏、 フリッツは妻子を連れて、スイスへと逃亡し、サンモリッツで暮らした。2、3ヶ月後には、自らが逮捕される可能性がないと分かったため、フリッツは同年ドイツに帰国し、研究所の再編に取り掛かった。その最中、ハーバーボッシュ法の業績に対する、ノーベル科学賞受賞の知らせを聞いた。ただし当時、ドイツの科学界に対する国外からの反感は大きく、この受賞に対しても、 各国からの批判があった。竹内義人は、実著の中で1912年にノーベル科学賞を受賞した後に、毒ガス作戦の指導者を務めたフランスの科学者、ビクトル・グリニャールの例があったことも受賞に影響を与えたとしている。フリッツは、その後、研究所の再編とともに、研究者を集めて発表を行うことを目的としたハーバーコロキウムを開催した。 ここではヘリウム原子からのみに至るまでと謳われたように科学、物理学から生物に至るまで幅広い領域を対象にした。このコロキウムは以後30年余りにわたって続いた。一方で自らの研究においても1919年にマックス・ボルンと共同でボルン・ハーバーサイクルを提唱するなど成果を上げ続けた。1929年、 ビルヘルム・エクスナーメダル、1932年、ランフォードメダル受賞。ドイツの敗戦により、フリッツの研究所は、資金難に陥っていた。これを解消するため、星1による星基金を活用するなど、財政面での改善を進めた。さらに、賠償金の支払いに苦しんでいた、ドイツの国家財政を改善するために、海水から金を回収する計画を始めた。フリッツは、 賠償金の支払いとその後の復興資金を得るためには5万トンの金が必要と見積もった。そしてこの金を取り出すために1920年 M 研究室と名付けた国費の研究室を作り世界中の海から海水を採取し調査した。しかし実験の結果海水に含まれる金の量は当時推定されていた値よりはるかに少なく採算が取れないことが明らかになった。 そのためこの計画は1926年に中止された。一方で、1924年に西回りの世界一周の旅に出て、星一の正体により、日本にも2ヶ月滞在している。箱館で、おじ、ルートビヒの遭難50周年追悼行事に参加した。また、妻のシャルロッテとは、性格が合わず、1929年に離婚した。シャルロッテとの間には、 子供二人を残している。1920年代のフリッツは、精力的に活動を続けたが、一方でうつの症状も現れ、同僚のリヒャル・トビル・シュテッターに当てて、私は自分の力を削ぐ、不眠症、前妻からの経済的要求、未来への不安、自分の人生で大きな過失を犯したという感情の四つの敵と戦っていると書き記している。愛国的科学者として、 名声の絶頂にあったフリッツだが、1933年にその生涯は安定した。ナチスが政権を取ると、ユダヤ人の多かったカイザービルヘルム教会への圧力が強まった。フリッツは第一次大戦の従軍経験が考慮されたために、自らが解雇されることはなかったが、研究員におけるユダヤ人の割合を減らすよう求められた。しかしフリッツは、 この要求は受け入れなかった。1933年4月、フリッツは研究員を採用するにあたって、今まで自分はずっと人種を基準にしたことはなかったし、その考えを65歳になった今になって変えることはできない。さらに、あなたは祖国ドイツに今日まで全生涯を捧げてきたという自負が、この辞職願いを書かせているのだということを理解するだろうと記した辞職願いを、 プロイセン州教育大臣に提出した。フリッツは9月までベルリンに泊まり、他のユダヤ人研究者の転職先を探すなどの活動を続けた。その間、自らの職も求めたが、フリッツはすでに高齢で健康状態が悪化しており、しかも毒ガス開発に関わったことによって印象を悪くしていたせいもあって、思うような仕事を見つけることはできなかった。10月にはドイツを離れ、息子、 ヘルマンのいるパリやスイスなどで生活した。その後、ウィリアム・ポップからケンブリッジ大学への誘いを受けて、一旦イギリスに渡った。ケンブリッジでは触媒を使用した過酸化水素の分解の研究に携わった。しかし、イギリスでは毒ガスの件で風当たりが強く、例えばアーネスト・ラザ・フォードにはこの理由により会うことを拒まれた。さらに、 イギリスの気候もフリッツには合わなかった。フリッツはスイスにいた時に、シオニズム運動家のハイム・バイツマンと出会っており、バイツマンからイギリス委任等治療パレスチナへ来るよう誘いを受けていた。バイツマンの提案を受け入れたフリッツは、ダニエルシーフ研究所の所長になることとなった。そのため1934年1月、パレスチナへ向かおうとして、一旦スイスのバーゼルへと移った。 しかしその移動中に体調を崩し、1月29日、バーゼルのホテルで睡眠中に、感情動脈硬化症により死去した。フリッツを記念して1957年に作られた、ドイツの切手ユダヤ人であるフリッツの死は、ドイツの新聞などではほとんどを取り上げられることはなかった。また、追悼のコメントをした科学者も、マックス・フォン・ラウェイなどのごく少数に限られた。しかし、 死の1年後に当たる1935年1月、マックス・フォン・ラウエが提唱し、マックス・プランクが中心となって、カイザー・ビル・ヘルム協会主催のフリッツ追悼式が開かれた。開催にあたってはナチスから公務員の出席禁止命令を出されるなどの妨害を受けた。しかし式には、カール・ボッシュ、オット・ー・ハーン、さらには第一次大戦の戦友など多くの関係者が訪れた。 禁止命令のため来ることができなかった科学者は妻を代理で出席させた。そして満席となった会場でフリッツの死を悼んだ。フリッツはケンブリッジにいた頃、自分の遺体はクララと一緒に埋めてほしい。そして墓碑鳴には、彼は戦時中も平和時も許される限り祖国に尽くしたとだけ記してほしいと遺言書に記していた。そのため、現在、フリッツの遺体は、 妻のクララと共にバーゼルのヘルンリ墓地に埋葬されている。フリッツが取り組んだのは空気中の窒素分子 N2 からアンモニアを生成しようという試みだった。そのためには一旦窒素分子を2個の窒素原子に分離しなければならないが、この窒素原子同士の結びつきは見重結合のため非常に強い。そのため分離させるには摂氏鮮度もの高温にしなければならないが、 温度を高くすると生成されたアンモニアが壊れてしまうことになる。フリッツは熱を加えてアンモニアを生成してから素早く冷やすという方法で少量のアンモニアを生成したが、それは商業的な生産を見込めるほどの量ではなかった。1905年、フリッツはこれまでの研究結果を論文として発表した。しかしこの結果はネルンストの批判を受けた。ネルンストの理論によれば、 この方法によって得られるアンモニアの量はフリッツの結果より少なくなるはずだと主張し実際に助手に実験をさせて自分の理論が正しいことを確かめたこうしてフリッツはネルンストと対立したネルンストは1907年に開かれた文前協会の会合でこの結果を発表しフリッツの結果は誤りであり次はハーバー教授が本当に正確な値を出せる 実験方法を採用するよう提言いたしますと述べた。フリッツは、ネルンストの発表に屈辱と憤りを覚え、この会合の後、アンモニア合成にさらに熱心に取り組むようになった。そして装置に精通したるロシニョールと共に研究を続け、圧力を加えることで温度を下げることができ、その結果、より多くのアンモニアが作れることを発見した。1908年には、 アンモニア合成に関してバスフ社と契約を結んだ。そしてバスフからの援助をもとに研究を続けた。フリッツは圧力の他に反応の際の触媒を変えることでアンモニアの生産効率を上げられるかを実験し、結果オスミウムを使うことで生産量が飛躍的に向上することを明らかにした。フリッツはこれらの研究内容をバスフに提供した。 バスフではボッシュを中心に、その研究を進め、オスミウムの代わりに鉄を主原料とした触媒を使用することで商業生産を成功させた。窒素は植物の生育に必要不可欠な栄養素であるが、19世紀末のヨーロッパではこれを南アメリカから輸入された地理小石などで賄っていた。しかし、ウィリアム・クルックスは1898年、 このままの状態が続くと南米の資源は枯渇し農作物が収穫できず世界は食料を不足へと陥るだろうと警告し科学的に固定窒素を合成させることの必要性を説いたハーバーボッシュ法はこの問題を解決できる方法でありこれによって人類はクルックスの予言した食料危機を乗り切ることができた現在においても 肥料を目的としたアンモニアの生成は、ハーバーボッシュ法によって行われており、世界中の食料生産を支えている。またアンモニアは、化学肥料だけでなく、火薬の原料でもあった。そのためこれにより、ドイツは、地理小石に依存せず、火薬と肥料を生産できるようになり、第一次大戦の折、英海軍の海洋封鎖にもかかわらず、ドイツは弾薬を製造可能であった。 フリッツによる一連の実験結果は7つの論文として1914年から1915年にかけて専門誌に発表されアンモニア合成を行うための重要な基礎データとなった空気からパンを作ったとも称されるこの業績によりアンモニア合成法の開発として1918年にノーベル化学賞を受賞している一方工業化を実現させたボッシュも 高圧化学的方法の開発と発明として1931年にノーベル科学賞を受賞した。ハーバーボッシュ法によって、化学肥料の形で地面に巻かれた窒素のうち、農作物が吸収しきれなかった分は、雨水によって川や海へと流れ込み、また空気中にも飛散する。水中で、窒素は、硝酸塩の形をとるが、過剰な硝酸塩濃度の増加は、もや、 海藻の繁殖を異常に促す。結果として日光が遮られ、さらに動植物の死骸により、水中の酸素濃度が低下する。このような硝酸ジオ濃度の増加と水質の悪化は、バルト海やメキシコ湾をはじめ、世界中で確認されている。また、工業的窒素固定により生産されるアンモニアや、窒素酸化物が相当な量になることは確かである。 ものの、それが直接放出してあるいは、微生物等により化学変化して、間接的に環境へ与える悪影響については、よくわかっていない。フリッツは先に挙げたハーバーボッシュ法の他に、電気化学、気体反応の分野で優れた業績を残している。カールスルーエ時代に取り組んだ、炭化水素の熱分解と接触における、気体燃焼の研究は、 後のクラッキング作用を理解するのに役立てられた。1909年に発明したガラス電極は2枚のガラスを薄く並列させ、その間の電位を測ることで溶液の酸性度を測定することを可能とした。さらに、電気科学的な方法を使って蒸気機関や内燃機関のエネルギー損失を抑えるための研究にも取り組んだが、この問題に対しては有意義な結果は得られなかった。 しかし一酸化炭素と水素を実験的に燃焼させることについての成果はあった。第一次大戦後の1919 19年にマックス・ボルンと共同でなしたコーシエンタル P 計算法の発見はボルンハーバーサイクルとして知られている。また、炭鉱労働者のためのガス警報装置や低圧用の圧力計を製作した。そしてこれに伴う吸着力が 固体の不法和原子火力に依存するという発見は、後のアービング・ラング・ミュアによる吸着の研究へとつながった。その他、ニトロベンゼンの電解還元の経路を解明し、酸化と還元における電極電位の重要性を証明したことや、ファラデーの電気分解の法則が固体電解質にも有効であるということを示したこと、地下のガス管や水道本管の腐食の研究を行い、 これらの調査と防止の基準となる方式を策定したこと、分前炎について、炎の内側と外側の燃焼の仕組みの違いを明らかにしたなどが挙げられる。また、鉄が触媒となって、スーパーオキシドと過酸化水素が反応して、ヒドルキシルラジカルを生成するハーバーワイス反応にも、名前を残している。一方、1919年に、フリッツが、 液体殺虫剤として開発したジクロンビーはその殺傷能力に着目され1942年頃よりアウシュビッツビルケナウ強制収容所などのユダヤ人強制収容所でガス殺用途で使用された。フリッツはどの分野においてもその重要なポイントを認識し短期間で自分のものにする能力を持っていた。そのため今まで自分が関わっていなかった 研究分野でも短期間で集中して学ぶことによって、その分野に精通することができた。しかしあまりに集中するあまり、他のことに気が回らなくなったり、我を忘れたような状態になることがあった。さらに神経症の症状が出ることもあり、そのため一年に一度くらいの頻度で、温泉やサナトリウムで数週間の休養をとっていた。和術にも長けており、講演のうまさには定評があった。 また教育者としても評価が高く、ドイツ以外にもアメリカ、ロシア、ニュージーランド、日本などから多くの研究員が集まった。フリッツは外国の研究員が祖国に帰る時にもその国での研究ポストを融通するなど親身に接した。一方で家庭はないがしろにしがちで二度の結婚生活はどちらもうまくいかなかった。最初の妻のクララは結婚後も 自分の科学研究を続けたいと思っていたが、フリッツはその願いを叶えることはしなかった。クララは社交的ではなかったが、フリッツはクララの都合を考えず、突然研究員を自宅に招きもてなすといった行動をとったりした。フリッツがアンモニア合成で成功した頃、クララはフリッツが得たことと同じ、あるいはそれ以上のことを私は失った、と手紙に綴っている。 フリッツの下で助手として研究に携わった科学者としてはカールスルーエ大学時代の助手を務めハフニウムを発見し1943年にノーベル科学賞を受賞したゲオルクド・ヘベシーハーバー研究所でハーバーボッシュ法の開発に貢献したロバートル・ロシニョールなどがいる。またフランカ・ヘルツの実験を行い1925年にノーベル物理学賞を受賞した 物理学者のジェームズ・フランクは、第一次世界大戦期間中、フリッツのもとで、毒ガス研究に従事している。その他、ドイツに留学した、日本人科学者、タマル・セツオ、コデラ・フサジローもハーバー研究所で、アンモニア合成の研究に携わった。帰国後、タマルは、理科学研究所、東京工業大学、学術振興会の創立に関わるなど、 日本の学術研究体制の礎を築いた。正治は1918年に創立された臨時窒素研究所の所長に就任し、日本で初めてアンボニア合成を指導した。ありがとうございます。